で向こうの井戸なんですけども、井戸の上にあの赤い瓦が乗ってるんですけども、上の方に滑ってんのが、焼け落ちた時に残った瓦を再生します。こんないいご縁になりました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。残した木々に触れています。あ、岡田さん、どうもすいません。どうもお疲れ様でございます。立派なものができます。いやいや、だけど。改めて、町会の立場からご挨拶を申し上げます。皆様おはようございます。皆様と共に A さんの庭開園を心から喜びたいと思います。もうすでに宮崎駿監督もお好きでございます。監督がデザインをされた大変素晴らしい建物もできております。区民の皆さん方がこれから本当に愛して、そしてこの緑をみんなで一緒に守っていこうではございませんか。今国立研究のレートばかりですから、ちょっとピンクな感じだと思いますが、3年ぐらい経ったらしっかり根を張ると思います。ですから、この公園は5年後ぐらいにとても良くなってきて、10年ぐらい経った時に、チーム姉さんたちが頑張ってくれたら、とても素晴らしい公園になると思います。管理を自治体に任せないで、住民がやるというのはとても素晴らしいと思うんです。それを前提に、公園をデザインさせていただきましたので、皆さん、遠いとはいえ、あんまりいろんなものを持って植えないようにしてください。花を植える運動をやってますが、植えちゃいけないスペースもあって、この A さんの庭はいろんな花を植え込まない方がいい庭になると思います。よろしくお願いします。